第二次ポエニ戦争。第二次ポエニ戦争。第二次ポエニ戦争は、共和制ローマとカルタゴとの間で、紀元前219年から紀元前201年にかけて戦われた戦争。ローマ、カルタゴ間の戦争は、カルタゴの住民であるフェニキア人のローマ側の故障からポエニ戦争と、総称されるが、この戦争は、全3回のポエニ戦争の2回目にあたる。 またこの戦争において、カルタゴ側の将軍ハンニバル・バルカは、イタリア半島の大部分を侵略し、多大な損害と恐怖をローマ側に残したため、この戦争は、ハンニバル戦争とも称される。第一次ポエニ戦争の結果、カルタゴは、シチリア島をローマに割上し、地中海における海上派遣を大きく減退させた。カルタゴは、この損失を補うため、ヒスパニア、 イベリア半島の征服に取り掛かった。ハミルカルバルカによって、ヒスパニアの征服と植民地化が開始され、彼の死後は、娘婿のハスドルバルが事業を継続した。紀元前226年、ハスドルバルは、ローマとの間にエブロ海北には進出しない旨の、制約を交わした。紀元前221年、ハスドルバルが暗殺されると、 ハミルカルバルカの息子ハンニバルが後継者となった。ローマの伝記作者によれば、ハンニバルは幼い頃からローマに対する憎悪を教え込まれ、攻撃の機会を狙っていたという。紀元前219年、ハンニバルはサグントムを攻撃した。サグントムはエブロカワイナンの都市であったが、ローマとの同盟を結んでいたため、ローマは攻撃停止を求める施設団をカルタゴに派遣した。しかし、 両者が交渉をしている間に、サグントゥム陥落の一方が到着。クイントス・ファビウス・マクシムスは、施設団を代表して、戦線を布告した。ローマを屈服させるには、イタリア本土を直接攻撃するしかない。しかし、政界権がローマに握られている以上、海上からの侵攻は困難である。さらにローマは、カルタゴの侵入が予想される、イタリア西部、南部に兵力を配置していた。 ここでハンニバルはアルプス山脈を越え、ローマの防備の薄い北方から進行するという、前代未聞の発想に至るハンニバルのアルプス越え。紀元前218年5月、弟のハスドルバルにヒスパニアの統治を任せたハンニバルはカルタゴノバ、ゲンカルタヘナを侵発し、海岸戦争に南フランスを進んだ。ローヌ川での戦いを経て9月。 ハンニバルは約4万名の兵士と30頭の戦像を率いてアルプス越えに挑んだ。なお、この際にカルタゴ軍が辿ったルートの詳細は不明であり、現在でも小説分かれている。9月のアルプスはすでに陶器と言ってよく、ケルト人の部族との戦いもあり、大軍での腰山は混乱を極めた。イタリアに到着した際のカルタゴ軍の兵力は2万6千名、不評2万名。 騎兵六千名、戦像はわずか三頭となっていた。カルタゴ軍がイタリア北部に現れたという知らせは、ローマに大きな衝撃を与えた。元老院は、執政官、プブリウス・コルネリウス・スキッピオに二個軍団を与え、急遽迎撃に派遣した。11月、ティキヌス川付近で両軍の指揮官が直接指揮する騎兵同士が快適し、そのまま戦闘になった。 正教なヌミディア騎兵を中心とするカルタゴ軍がローマ騎兵を一周し、指揮官スキピオも負傷した。ティキヌスの戦い。スキピオはピアチェンツァまで軍を交代させ、もう一人の執政官ティベリウス・センプロニウス・ロングスと彼の率いる軍団の合流を待った。カルタゴ軍は南進し、トレビア側を挟んでローマ軍と対峙した。12月18日、ハンニバルは騎兵によって、 ローマ軍を対岸に誘引し、さらに林の中に埋伏させた弟孫の指揮する、騎兵にローマ軍の後方を奇襲させ、大損害を与えた。トレビアの戦い。この勝利は、ハンニバルの名声を大きく高めた。ローマに敵対的だったガリアの部族はハンニバルを支持し、彼らの合流によって、カルタゴ軍は一挙に五万まで膨れ上がった。よく紀元前年。 元老院は、ガイウス・フラミニウス、グナエウス・セルイリウスを、失政官に選出、新たに4個、軍団5万名を動員した。両失政官は、それぞれ2個軍団を率いて北上し、分散して、カルタゴ軍を待ち構えたが、ハンニバルは彼らの予想を裏切り、アッペニン山脈を越えて南下した。フラミニウスはこれを追撃、セルイリウスとの攻撃を意図していたが、ハンニバルは逆に、 格好撃破を狙っていた。カルタゴ軍は、トラシメヌスコハンの愛路と丘陵を利用して、進撃してきた、フラミニウス軍を、腹撃、多大な損害を与えた。トラシメヌスコハンの戦い以降した、戦勝の中で、ローマ本軍とその捕虜には厳しく接する一方、同盟都市の捕虜は低調に偶して、ローマからの離反を流すメッセージを託して、即時釈放するなど、戦勝を材料として、 同盟都市を離反させ、その上で、ローマを滅ぼすという戦略の下で工作を重ねた。三度の敗北を喫したローマは、クイントゥス・ファビウス・マクシムスを独裁官に選出し、彼に一切の権限を委ねた。ファビウスは、ハンニバルとの正面対決を避け、カルタゴ軍の消耗を待つ、持久戦を取った。しかし、ハンニバルによって、イタリア全土が略奪にさらされると、 ファビウスのウェな戦略は、批判を招き、クンクタトル、ラテン語でグズ、ノロマノイというあだ名が付けられた。ファビウスの任期が切れると、元老院は、決戦を望む声を反映し、ルキウス・アエミリウス・パウルスとガイウス・テレンティウス・ウアロを、執政官に選出した。両名は八万名の軍団を率いて、ハンニバルの迎撃に向かった。紀元前216年8月2日、 アプリア地方の関内近郊で、両軍は退治、当日の指揮官であるウアロが決断し、ローマ軍約八万、うち一万名が、陣地に残留は、カルタゴ軍約五万に決戦を挑んだ。戦闘序盤で、カルタゴ軍左翼の騎兵は、ローマ軍右翼の騎兵を撃退。続いて、ローマ軍後方を迂回して、反対側の翼へ回り込み、右翼の騎兵とローマ騎兵を攻撃した。 ローマ軍中央はカルタゴ軍中央に猛攻撃を加えていたが、戦闘前にハンニバルが弓なりに不評戦列を配置していたため、徐々に押し込まれながらも持ちこたえていた。カルタゴ軍不評戦列の両翼に配された古参のアフリカ人傭兵は互角の戦いを繰り広げており、ローマ軍中央は不字になりつつあった。そこへローマ騎兵を撃退したカルタゴ騎兵が、 不評戦列の後方に回り込み、完全な包囲体制が完成した。強硬状態に陥ったローマ軍は密集し、中央で圧死が発生、さらに外周から徐々に殺戮され、突破口を開くこともできずに殲滅された。ローマ軍の損害は、死傷6万名、捕虜1万名という破滅的なものであり、失聖官パウルスと約80名の言動員議員も戦死した。 この戦いは完全包囲を成功させた最初の戦霊であり、さらにまた自軍に倍する敵軍を包囲殲滅した稽古な戦霊である。ハンニバルの傑出した軍祭を証明するものと言えるだろう。考えの戦い。この勝利によってハンニバルの名声は頂点に達した。南イタリアのカプア、シチリア島のシラクサはカルタゴに味方することを宣言、以降3年にわたって、 ローマと戦いを繰り広げることとなる。しかしそれ以外のローマと同盟都市との結束は崩れず、この最優先戦略目的に関する誤算がハンニバルに重くのしかかっていくことになる。紀元前217年にハンニバルと同盟を結んでいたマケドニアをピリッポス5世も行動を開始し、第一次マケドニア戦争が勃発した。しかし、マケドニア艦隊は、 イタリア半島に到達することができず、直接ハンニバルを支援することはできなかった。敵地での補給に苦しむカルタゴ軍は、首都ローマを攻めずに非欲で、カルタゴ本国とも連絡をつけやすい、半島南部へ、主攻を切り替えた。一方のローマは、壊滅的な大敗北に絶望していた。ローマ人は神に助けを乞い、人心国を捧げることにした。数人の奴隷が殺され、 フォルムに埋められた。これは、ローマにおける最後の人心国として記録されている。元老院は、ファビウスの考えが正しかったことを悟り、ファビウス、この頃には、クンクタトルの意味が、グズより前向きな意味に変化したとも言われ、ローマの盾とも言われた、とマルクス・クラウディウス・マルケルス、ファビウスに対し、ローマの剣と呼ばれたを、失勢官として、体制の立て直しを図った。そして、 マルケルスは第一次、ノラの戦いで勝利を収めたことで、ハンニバル相手にも勝ち得ることを示して、艦内で承知したローマ人を勇気づけた。基本戦略として、ファビウスの持給戦略を採用してハンニバルとの決戦を避け、同時に攻撃対象をシチリア島、マルケルスが攻略、ヒスパニアなどのカルタゴ周辺へと変更して外からの切り崩しを狙った。 そしてティベリウス・センプロニウス・グラックスに奴隷軍団を組織させて、マルケルスらと共にハンニバル包囲網を担わせる。さらに優勢な海軍力を活かしてカルタゴ海軍を脅かし、カルタゴ本国からのハンニバルへの補給を断った。ハンニバルの本領といえるヒスパニアには、紀元前218年にグナイウス・コルネリウス・スキピオカルウスの率いる軍団が派遣されていた。 続いて、弟のプブリウス・コルネイウス・スキピオの軍団も送り込まれ、増強したローマ軍は、半島東岸から徐々に勢力を拡大し、紀元前211年には海戦原因となったサグントムを制圧した。ローマ軍の脅威によって、ハスドルバルは、イタリアのハンニバルへ援軍を派遣できなくなった。同年、ローマ軍は2年にわたる包囲戦の末に、カプア、カプア包囲戦、 シラクサを制圧、シラクサ包囲戦。シラクサカナクジに司令官、マルケルスの命に反して、巧妙な数学者の歩き目ですが、ローマ兵によって殺された。ハスドルバルは、状況の変化を待っていた。弟の孫が、カルタゴ本国から引いてきた増援を合わせて、戦力を整えつつ、ローマ軍内のヒスパニア兵が脱走するように仕向けた。ハスドルバルは、 後期を選んで反抗に移り、バエティス側の戦いで、ローマ軍を破って、コルネリウス兄弟を戦死させた。ただし、ローマ軍の戦力自体は未だ侮れないものであった。ため、ハスドルバルはむやみに攻撃を仕掛けることを控え、軍を三分して、着実に領土を奪還していった。紀元前210年、プブリウス・コルネリウス・スキピオの同盟の息子、後のスキピオ・アフリカヌスが新司令官として、 ヒスパニアに到着した。指揮官の戦士でローマ軍は意気消沈していたが、スキピオは卓越した手腕で軍を掌握し、瞬く間に湿地を回復した。紀元前209年、スキピオはヒスパニアの首都といえるカルタゴノバ、ゲンカルタヘナを強襲、制圧した。その後、この町で職工などを雇い、新兵の訓練と武装の生産を急ピッチで進めた。 紀元前208年、ハスドルバルは反撃のため、分散していた孫の軍と合流しようとした。これを察知したスキピオは、合流前に、かっこ撃破するべくハスドルバルのもとへ急行し、バイクラの戦いでこれを破った。ここにおいて、カルタゴのヒスパニアにおける支配力は低下した。ハスドルバルは、ヒスパニアの放棄を決意し、ハンニバルのもとへ最後の援軍を派遣するべく、 自身軍団を率いて、イタリアへ向かった。ハンニバルと同様に、アルプス越えをして、ローマ軍の警戒線を抜けるつもりだったが、今回はローマはこれを予想していた。ハスドルバルの軍団は、ガイウス・クラウディウス・ネロとマルクス・リウィウス・サリナトル率いる、ローマ軍に進軍を阻まれた。紀元前207年、メタウルスの戦いで、カルタゴ軍は撃破され、ハスドルバルは戦死、 その首は白星にされて、ハンニバルの陣営に投げ込まれた。紀元前206年、スキッピオはイリパの戦いでカルタゴ軍の残存部隊を破り、間もなくヒスパニアの征服を完成した。マケドニアはカルタゴの敗戦を確信し、紀元前205年、カルタゴとの同盟を破棄して、ローマと講和を結んだ。これまでにマルケルスやグラックスらを戦死に追いやったハンニバルだが、 支援を完全に断たれて、イタリア半島南端に封じ込められ、戦いは、ローマ軍を撃破し軍を維持したものの、それ以上の行動までは起こせなかった。また、紀元前205年には、孫がヒスパニアから、北、イタリアに、カイロ上陸し、方平原に進出した。現地のガリア人を組織して、大軍を編成し、南下してハンニバルとの合流する作戦であった。しかし、 紀元前203年にインソブリアで敗北し、目的を達することはできなかった。暴平原遠征。ローマに帰国したスキピオは英雄として称えられた。スキピオは失勢官に必要な年齢に達していなかったが、特例として紀元前205年の失勢官に選出された。カルタごとの戦争に決着をつけるため、スキピオは敵本土への直接攻撃を訴えたが、 元老院はこれに難色を示した。ファビウスやダイカトが反対派の急戦法となり、結局元老院はこの提案を退けた。スキッピオはシチリアに派遣され、その地で軍隊を重募した。翌紀元前204年、スキッピオはプロコンする全失勢官として軍団を率い、北アフリカのウティカへ上陸した。カルタゴ軍はヌミディア軍と共同して、 迎撃に向かったが、スキピオはこれを一周した、ウティカの戦い。余生を買ったスキピオは、ヌミディアへ侵攻し、バグラデス側の戦いでの対象の後にヌミディア王、シュファクスは捕獲、キルタの戦い、自身の保護下にあったヌミディアの王子マシニッサ王に即位させて、アフリカにおける同盟国を得た。しかもそれは同時に屈強な騎兵をカルタゴから奪い取ることでもあった。カルタゴは、 イタリア半島のハンニバルを呼び戻して、戦力を再編する一方で、ローマに急戦を打診した。ローマの元老院は申し出を了承したが、不測の事態が起きて、交渉は決裂した。カルタゴはハンニバルに、約5万名の兵と80頭の戦像を引きさせて、派遣し、スキピオも約4万名の兵を引いて、ヌミリアからカルタゴへ兵を返した。紀元前202年10月19日、 両軍はザマの西方で対峙した。ハンニバルは最初に戦像を突撃させたが、スキッピオはこれを予測して部隊を配置していたため、突撃はほとんど威力を発揮しなかった。カルタゴ軍はローマ兵に包囲された。不評のおよそ半数が降伏し、降伏を拒否した者は殺戮されたザマの戦い。この戦いの結果、カルタゴの野戦軍はほぼ消滅し、 ハンニバルの無敵神話も崩れ去った。戦意を失ったカルタゴは、ローマに和平を願い出た。ローマの全権代表であるスキッピオは、以下の条項を突きつけた。特に第六条は、カルタゴメッツボーの口実として、ローマに利用された。対等の同盟を宣言してはいたが、軍備保有も許されず、戦争も禁止され、事実上は従属であった。しかし、カルタゴに、 他の選択肢はなく、全面的にこれを受け入れた。ローマの元老院もいくつか修正した条約を追認し、第二次ポエニ戦争は終結した。この戦争の結果、カルタゴは海外領土を失い、軍事力も大きく減退した。しかし、カルタゴ本土は健在であり、潜在的な国力は決して低いものではなかった。それは、 賠償金が思ったより早く完済されたことからわかる。また、ローマ人の中には、王子のハンニバルに対する恐怖心が存在した。そのため、ローマの元老院では、カルタゴが復讐に乗り出す前に、これを完全に滅ぼすべきであるという提案がなされた。その最先方となったのが、大加戸で、彼は演説を終えるとき常に、ところで、私はカルタゴは滅ぼされるべきであると思う。 セターム先生をカーサジナムウェスセリーレンダムと付け加えた。この意見が採用されて攻撃に至ることはなかったが大加戸に賛同する者は少なくなかった。紀元前200年、ピリッポス五世のイルリアに対する介入を口実にローマはマケドニアに侵攻、第二次マケドニア戦争が開始された。戦いはローマの優勢に進み、紀元前196年、マケドニアは ローマに降伏した。カルタゴと同様に対等の同盟を宣言していたが、事実上は従属であった。続く、第3次マケドニア戦争、紀元前171年、紀元前168年、によって、マケドニア王国は4つの共和国に分割され、王国は消滅した。第4次マケドニア戦争、紀元前150年、紀元前148年の結果、ギリシアは、 完全に、ローマの属州となった。第二次ポエニ戦争終結から約50年が経過した頃、ヌミディアが頻繁にカルタゴ領に侵入し、略奪を行うようになった。カルタゴは、ローマに解決を求めたが、ローマは何の対策も講じなかった。カルタゴは、ヌミディアに対抗するために軍備を整え始めたが、ローマは、条約違反であると非難し、これを大義名分として、 軍団を派遣した。紀元前149年、第3次ポエーニ戦争が開始され、紀元前146年にスキピオア・アエミリアノスの指揮のもと、3年にわたる抵抗の末にカルタゴは完全に滅亡した。これら一連の戦争の結果、ローマの地中海世界における派遣が確立した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。